かやましげるかやましげるは、日本ラグビーフットボール協会第3代会長、ラグビー日本代表初代監督、京都府出身。京都府立一中卒業後4郎の末、第3高等学校に入学。その3年後の1920年、東京帝国大学政治学科に入学した。当初は陸上部に所属していたが、1921年11月、 31人の同志と共に学士ラガークラブを創設。同月、遊客区と部として初の試合を行い、さらによ九1922年1月、三考グランドに遠征し、京都帝国大学ラグビー部と初の対抗戦を行った。1924年から1925年までイギリスに留学。帰国後の百二十五年十一月、 日本ラグビー集休協会の理事に就任する傍ら、京都帝大を指導。1927年度シーズン、京都帝大は、東大学生ラグビーフットボール大公王座決定、戦で、早稲田大学を破って、初の全国制覇を果たした。また1927年、大日本人増肥料に入社。1930年、カナダに遠征するため、ラグビー日本代表が、 初めて結成されたが、その初代監督に就任。1932年1月31日、花園ラグビー場で行われたカナダ戦でキャップ対象試合における初勝利をもたらした。その後1934年まで代表監督を務めた。第二次世界大戦後となる1947年、伊集院博南馬京一、岡田修平ら、 鹿島建設とともに東京ラグビー場の建設に尽力。1955年、日本ラグビー協会第三大会長に就任した。1965年、君四等随法省を除訓。1969年5月3日、東京都大田区の自宅で死去した。75歳坊津。ありがとうございます。